をお知らせします。本日ハワイ時間9月8日午後12時50分カークコールドウェルホノルル市長はオアフ島のステイアットホーム、ワークアットホームオーダー自宅待機命令の2週間の延長を発表しました。この延長命令は今週金曜日9月11日の0時1分から発行されます。これによりオアフ島の自宅待機命令は9月23日までとなり、ヘルスケアやチャイルドケア、スーパーマーケット、建設業など以外のナンエッセンシャルビジネスの再開は延期されました。レストランは引き続きテイクアウトのみ可能となっています。こちらはハワイの9月8日現在の感染者数です。新規感染者数が66人、感染者数合計が1025人、内訳ホノルル9058人、ハワイ島523人、マウイ島360人、カウアイ島が58人です。コールドウェルホノルル市長によりますと、この新規感染者数66人は8月2日以降で最も少ない人数だそうです。一方、昨日9月7日時点で7日間の新規感染者数の平均は213人でした。ハワイ州イゲ知事は、新規感染者数の減少には勇気づけられるが、我々はまだ目標とする地点に達成していないと発言しています。コールドウェル市長は、2度目の今回は我々は慎重にならなければならないと発言しています。一方、ビーチや公園は個人の健康維持など用途を限定してリオープンとなります。公園でのウォーキングやランニング、座って休憩することや自転車に乗ること、ビーチでの釣り等も OK とのことですが、これらは個人での利用に限られ、グループでの行動、また14日間の自己検疫対象者は当然ですが厳禁です。個人での行動に限られますが、ビーチや公園をお散歩できるのは多少は気晴らしになるので嬉しいですね。以上が本日9月8日に発表された内容です。自宅待機命令が延長され、ハワイの小さな企業も苦しい状況が続きますが、ハワイ住民の健康を守るためには仕方のないことのようです。2週間延長された期間中に状況が改善され、再延長がないことを私たちもお祈りしています。ここですでに発表されている日本ホノルル間の臨時便就航予定をご紹介します。日本時間の9月8日アナ全日空が10月に4本の臨時便を発表しました。成田からホノルル便が10月5日および10月19日、ホノルル便成田行きが10月6日と10月2日のそれぞれ2本ずつ就航の予定、留学生やビジネス、ハワイ在住者などのニーズに応えるとのことです。一方 JAL は8月にも臨時便を就航させていましたが、9月にも羽田発ホノルル行きが9月15日、9月29日の2便、ホノルル発羽田行きが9月16日、ホノルル発関西行きが9月30日に就航予定されています。エアの状況に関してもその都度お知らせしていきたいと思います。デイリアハワイ TV のハワイニュースでは今後も皆様の旅行の予定に役立つ情報をお伝えしていきたいと思います。こちらの番組を気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。マハロー。